これがミドリゴケグモの毒で、こっちはオオマイワサソリの毒。この2つ合わせるとなんと汎用の解毒薬になるんだよね。フィゼルは毒に詳しいな。俺もそこそこ勉強したつもりだけど、とてもかなわないな。私とネルにかかればどんな毒だって見抜いてみせるよ。坊や、フィゼル、ちょっとそこをどいて。誰か運ばれてくる。何かあったのか。休館よ。偵察に出ていた剣士隊の一人が魔獣の毒にやられたの。どんな毒？浅黒いトサカを持つ大型の怪鳥、その爪よ。ああ、それは闇頭クジャクの毒だね。解毒薬の調合法がちょっと厄介だから、私も行くよ。そうなの？助かるわ、ついてきて。キリトも来て、雑用として使ってあげる。俺にできることなら何でもするけど。雑用って？フィゼル、助かったわ。おかげで彼も一命を取り留めた。いやいや、なんとかなってよかったよ。でも調合中にちょっとフィゼル焦ってたよな。何かあったのか？焦ってないってば。想像してた毒にしては色と匂いが違ってて驚いただけだって。毒の種類が違ってたってことか。というよりも魔獣の体内で既存の毒から新種の毒素が生まれたって感じかな。そんなことがあるのか。なんかそう言われてみると気になってきたな。ファナティオ様、あの人どこで傷を負ったの？どうやら密林地帯で魔獣の毒にやられたそうよ。なるほどね。わかった。じゃあキリト、私についてきて。密林地帯で毒について調べたいの。確かに、また魔獣の毒にやられる人が出たら困るしな。一緒に行くよ。
ージ。場所って毒を持つ生き物が多いんだよね。魔獣以外も蛇とかサソリとかクモとか食虫植物とかだから、キリトも気をつけてね。あ、ラーン。ん？なんでキリトさっきからこっちを見ないの？フィゼルが服をはだけさせてそうやってパタパタするからだろ。やだ、キリトったら私と二人きりなのをいいことにそんなこと考えたわけ？考えるか。というか、なんで俺までこんな場所に？だってあの新種の毒が気になったんだもん。新しい毒なんてそうそう生まれるものじゃないからね。もしかしたら私たちにとっての今後の脅威になるかもしれないと思ってさ。それで調査に来たと。そういうこと。分かったよ。じゃあ何から始めればいいんだ？とりあえず新種の毒を持ってた会長を探してみよう。よし、分かった。獣型の魔獣、標的じゃないな。でもあいつら私たちのこと放っておいてくれそうにないよ。さっさと片付けちゃおっか。ああ、でもあまり油断するなよ。分かってるって。よし、なんとか倒したな。ん？いてて。あ、フィーゼル、どうした？今の魔獣の牙が私の太ももをかすってて、戦闘中は気づかなかったんだけど。傷は浅いみたいだけど、痛むのか？これは毒だね。かすり傷だったところから入って後から痛み出したんだよ。今の魔獣にも毒持ちがいたのか。解毒法は？ちょっとわからないな。今の魔獣の牙に毒なんて前はなかったような。仕方ない、今すぐどっか近隣の町にでも戻ろう。この痛み、ぶっちゃけるけどさ、そんなことしてたらとても間に合わないね。あたし死んじゃう。この密林の中で素材を集めるしかないね。解毒薬を調合して、確かこの辺りで取れる花の蜜と木の根が効くはずだから。それからそういうわけで、私はいけないから代わりに解毒薬の材料を取ってきて。痛みは大したことないけど、歩くと毒の周りが早くなる危険があるし。わかった、すぐに取ってくるから待っててくれ。ねえ、置いてったりしない？置いていくわけないだろ。そっか、相変わらずキリトはお人よしだね。お人よし以前に仲間を見捨てたりなんてしないよ。そっか、仲間か。わかった、待ってるね。よし、これを持ってフィゼルのところに帰ろう。
帰ってきてくれたんだ。当たり前だろ、材料取ってきたぞ、早く受け取けよ。今それじゃあ抱っこ。え、だから抱っこ、歩けないから。いや、解毒薬を作らなくちゃいけないんじゃないか。何言ってるの、解毒薬を作るための道具がないと蜜があっても無理だよ。オートまで戻らなきゃ。なんでそれを早く言ってくれないんだよ。さっきは脅しちゃったけど大丈夫大丈夫。ほら早く抱っこしてオートまで連れてってよ。わかった、抱っこでも何でもするから。町まで急ぐぞ。フィーゼル、体の調子はどうだ。大丈夫、それにずっと抱っこしてもらってるから楽ちんだな。フィゼル、なんかとても快適そうなんだけど、本当に毒回ってるんだよな。うん、回ってるよ。もうクラクラしてきた。あ、でも戦いの時は参加するから安心してね。あ、キリト、あそこに咲いてる花きれい、一輪取ってよ。だからそんな場合か。取ってくれなきゃやだ。ああ、わかった。フィゼル。もうダメかも。フィゼル、どうしたんだ。さっきまで元気に笑ってたじゃないか。もしかして俺を心配させないためにわざとあんな風に振る舞ってたのか。まあね。でもそろそろ限界だ。参ったな。フィゼル、フィゼル、道具がないと作れないって言ってたけど、そんな余裕はない。フィゼル、俺が道具を神聖術で作って代わりに調合する。だから手順を教えてくれ。うん、分かった。まずはガラスの器とすりこぎの代わりになるものを作ろう。ジェネレートクリスタリンエレメント、フォームボールシェイプ。ジェネレート、うん、それで大丈夫。初めてなのにうまくできたね。あまり喋らないでくれ。ほら、薬を傷口に塗るぞ。どうだ。やっぱりオートを目指すしかないのか。カーディナルなら直せるはずだ。ともかくこの密林を抜けよう。どんどん顔色が悪くなってる。おい、しっかりしてくれフィゼル。いや、ごめんね。毒の専門家が毒にやられるなんて。やっぱりこの森では新種の毒がどんどん生まれてるみたいだね。さっきの結構万能のはずだったのにな。そんなこと今はどうでもいい。喋らずに安静にしているんだ。やっぱりバチが当たったのかな。同胞たちを何人も、そして何度も
殺してきた私たち、そして最後はこうしてあの子たちを殺してきたやり方で死んでいくんだ。報いってやつだね。フィゼル、そんなことを言っちゃいけない。君は確かに直接手を下してきたかもしれない。でもそれはアドミンストレーターに命令されて、幼い君たちは疑うことを知らずに従ってきただけだ。きっとそれでも罪悪感を持ち後ろめたい思いがあるのだとしたら、君はなおさらこれからも生き続けなくちゃならない。どうして？君が殺してきた子供たちの分までってことさ。君の整合騎士見習いとしての力やその知識があれば、殺した同胞たちの何倍もの命を救えるかもしれないだろ。ここに来るときに言ってたじゃないか、私たちの今後に役立つかもしれないって。あれは興味本位なのをごまかしただけの言葉だったんだけど、キリト、よく覚えてたね。でも、うん、そうだね。もう少しだけ私頑張ってみる。ああ、こんな時にまたか。え、あれはカラント。なるほどな、ここで生まれた魔獣たちが新しい毒素を作り出していたってわけか。つまりこいつらを倒してカラントも破壊し尽くせば、新しい毒素ももう作られることはない。フィゼル、そこで休んでいてくれ。こいつら俺が。大丈夫、私も戦うよ。危険だ。うん、戦わせて。なんだかキリトと喋ってたら元気が出てきたの。Yeah!
ストリーエレメント、スレーファンブラエレメント、ディスチャージ、ジェネレートハーバーエレメント、ディスチャージ、ジェネレートハーバーエレメント、ディスチャージ、
ヘイ。